制限時間ないですもんね。そうですね、ミュータントの出会いは5、6年くらい前なのかな。その虹ヶ崎学園スクラル同好会っていうのに決まりまして、で一番最初になんかそのキャラクターのそのボイスを取る収録があったんですよ。でそこで初めて顔は見たんです。そんなに話とかもしてなくて、でなんかすごく顔立ちの綺麗な子だなって思ってたぐらいだったんですよ。でその次こう私たちのお披露目の時ですね、ちょうど私はミュータンの後ろに並んでたんですね。でそしたらなんかすごい綺麗なお尻だなってちょっと見た目ばっかり言ってる。最初はなんかそういうすごく見た目に惹かれて、で、え、でもこれ制限時間ないともう閉める惹かれて好きだなって思ったんですけど、なんかこう接する時間が長くで、ちょっとそのやっぱりこう今までミュータンが一番ベテランだったので、なんかこう生放送とかやるときもなんかこうミュータンがすごい引っ張ってくれてて、それにこう迷惑をかけないようにしなくちゃみたいな。おマジ こんなん足りんからマジ一日くれって感じです。はい、今じゃあ次ね、変な汗出ちゃったよ。そう このね趣里の話しかしてないねいや本当にそんなね変な目で見てるわけじゃないの。ちゃんともっと性格とかもいろんなこと、いやもう大阪の話もしてミュータンがさ帰り際ねすごいすごいね、ダメまあいつか話しますわ、ちょっと押してるかもしれないのでちょっとね話しきれなかった話があってこれ そんなに長くないから聞いてほしいですけど、大阪で、まあ、帰るまでに、まあ、ちょっとなんかこう大人数で、まあ、一緒に移動する時間とかがあったんですよ。でなんかすごいね、え言わないでねミュータンにすごいなんかずっとミュータンが、えみんないるんだよ、他にいっぱいいるんだけど、ずっと私の隣にいてくれて、でなんか本当にずっとなの。ちょっと離れた時があったけど、定位置かのように私の横に来てくれて、でしかもなんか腕をねこうやって掴んで 歩いてた瞬間があって、おいおいおいっていうそれは俺のこと好きなんちゃうそれなこれも俺のこと俺のこと好きじゃんでなんかさミュータンがさ、なんか次の日とかに虹ヶ崎のみんな好きみたいな、これは恋みたいな、私のことみたいなあんなにだって腕掴んできてたしみたいな私のことなんかみたいな、めちゃめちゃドキドキしちゃってっていう話です。これがちょっと話したかった話で、でも私がちょっと調子乗っちゃってただけなのも分かってます何、まあ、ちゃんと分かってます。もう、まあ、いいじゃないですか。あれかもしれない、体感時間で長く感じてるだけかもしれない。ああ、そうですね、他の子にもしてるかもしれない。確かにしてると思いますよ、うん、はい、そんな話です。さて、せーの、乾杯乾杯。
いや、音聞かせた方がいるかなと思って。いや、眺めながら飲もうと思って。つまみにされた。酒のつまみにされてる私今。モニター越しじゃなくて頑張って直で見ようと思って。死なないで、ね、変なとこ入った。お酒つまらせて死なないで。はい、やだよ、そんなんで新聞の一面飾らないでね。